赤壁の戦いの後、漢中に秘報が届いた。清涼の馬頭、巨匠にて死す。曹操暗殺計画に加担した罪を問われ、曹操に処断されたのである。この報を受け、馬頭の子にして錦と称えられる猛将馬超は激高。馬頭の義兄弟関水と共に挙兵した。馬超軍は怒涛の勢いで道館に殺到する。復讐。道館で曹操を待ち受ける馬超の胸にあるのはこの二文字のみ。美しき錦を捨てた馬超は今修羅と化す。若の気持ちはわかるよ。俺だっていろいろ思うことはあるさ。けどもうちょい落ち着こうよ。それじゃ勝てるもんも勝てないって。我らの騎馬隊は盛況。どんな敵でも蹴散らしてくれよ。領州は名馬の産地。この馬で編成される騎馬隊は最強だ。我らの曹操の暗殺は失敗だったが、ここで馬頭様の敵として撃てばよかろう。けどもうちょいよ。馬頭殿にはそれがしも恩義がある。馬超殿の力となり仇を打ち果たさん。本陣の守りは私にお任せを。父上の仇、必ず俺が取ってみせる。無論だ馬超殿。馬頭は私にとっても義兄弟。力を尽くそう。それは心強い。しかし関水殿、貴殿は曹操と窮地の中では。そのような情は遥か昔に捨てた。曹操は今はただ憎むべき馬頭の仇よ。関水殿、そうだな、すまぬ、つまらぬことを言ったようだ。いざ行かん。目指すは曹操の首のみ。本陣それがしが死守し、正面からついても敵は崩れまい。私が奇襲部隊を率い曹操軍を攪乱しよう。それなら敵の目をこっちに引きつけなきゃ。領州自慢の騎馬隊で砦を攻撃しようよ。関水殿と曹操は昔からのお友達。二人は馬でつながっているって噂もある。どうなのかは知らないけど、敵は仲間割れを狙ってくるかもしれないよ。
追い詰められて本当に寝返るかもね。よし、曹操軍はこっちに釘付けだよ。あとは関水殿の奇襲だけなんだけど。伝令、敵の援軍が到着した模様です。少ないんだがね、自分が軍師殿を盾と一貫の系の邪魔はさせん。排水の陣下を優しく殺すことはない
ぼんやりしちゃってどうしたの？
劉備殿のことを思い出していた。若、暑さで感傷的になっちゃった。劉備殿は道館での戦い以来四方敵だらけになり、行き場をなくした俺を迎え入れてくれた。復讐に囚われ、また俺自身も命を狙われ、絶望の中で見出したのは仁の世という光だった。劉備殿の作る仁の世が見たい、その気持ちが俺を変えてくれたのだ。私たちは志を未来につないでいける。この光景を見てそう思いませんか。そうだな、趙雲殿。この先どんな困難があろうと屈せず、仁の世を実現させよう。やっぱり若はそうでなくちゃね。うん。天下に領主の志を示せ。